ヘッドパーツ、ヘッドパーツ、ヘッドセットは、自転車のフレームのヘッドチューブの上下に装着される部品で、内部の転がり軸受けを介して、メインフレームとフロントフォークを連結する。二輪車が安定して走行するためには、前輪を保持するフロントフォークが左右にスムーズに回らなければならない。このフロントフォークの回転を滑らかにするために、フレーム側に装着される軸受け、 もしくは軸受けを固定するためのアダプターがヘッドパーツである。通常、ヘッドチューブの上下端にそれぞれ一個ずつボールベアリングを取り付け、このボールベアリングを介してフロントフォークの支柱、コラムと呼ばれるを保持している。ヘッドパーツは自転車の部品の中では最も精度を求められる製品の一つである。ヘッドチューブの上部に取り付けられるベアリング受けを上、1と呼び、 下部に装着されるベアリング受けを、下ワンと呼ぶ。ワンは、日本独自の俗称で、ベアリング受けが、お椀のような形状をしていることから、ワン、ワンとなったと考えられている。英語では、カップとも言う。ベアリングはワンと玉押しで、リテーナーとボールを挟む単純なものが多いが、アンギュラーのカートリッジをはめ込むものも増えている。円筒や、円錐のベアリングを使用するものもある。 ヘッドパーツには多種の規格があるので互換性の把握には注意が必要。取り付けには高価かつ特殊な専用コードを用いるのが望ましく、基本的には専門店へ依頼する。ネジウス式とも呼ばれる。従来からある構造である。2000年頃まではロードバイク、1990年代半ばまではマウンテンバイクなどでも主流だった。 現在では警戒者、実用者そしてランドナー、スポルティーフ、トラックレーサーなどに多く見られる。フロントフォークのステアリングコラムの端部にネジが切られている点が特徴的で、コラムはヘッド長に合わせて切り揃えるのが普通である。ヘッドチューブ上端の軸受けの玉押しはこのステアリングコラムにネジ込んで固定する。フォークの取り外しや玉あたりの調整にはヘッドレンチ、 ヘッドスパナと呼ばれる薄手のスパナを二つ、する。ハンドルステムは、ステアリングコラムの中に差し込む形になり、ステム過端の薄型ナットによって固定される。ステムの固定力が、やや弱く、マウンテンバイクには不向きである。また、ベアリングの調整に専用工具が必要で、コラムにスレッド、溝を切る工程も、必要となる。アヘッド方式より重量が大きいといった欠点がある。 ただハンドルの上下調整は容易で、高さのあるステムを使用すれば、調整の幅はかなり広い。スレッドレス式とも呼ばれる。マウンテンバイクから広まった方式で、現在はロードバイクなどでもこの方式が主流である。ステアリングコラムをヘッドパーツの上1から上に突出させ、スレッド式より太いステムをコラムの外側に被せて固定する。 ステムのコラムクランプ部の下端とフォークのクラウンウアつらでヘッドを挟む格好になる。必然的にステムはコラムの長さより高くはできない。ステム高調整にスペーサーを入れることもある。また玉あたり調整のためにステアリングコラムの中にアンカーナットと呼ばれるナットを圧入ることが多い。シンプルな構造なのでメンテナンスがしやすく、また軽量で高剛性といった利点がある。ただし、 ハンドルコーンの調節が、ステアリングコラムの長さによって制限される点や、フォーク単体で固定できな点、またヘッド部の型が出やすいなどの欠点がある。アヘッド式とスレッド式で異なるのは主にコラムへの加工とステムの種類である。フレームのヘッドチューブ形状は共通で、ヘッドパーツ自体にも大きな差はない。製品では、スレッド用には、コラムナット、アヘッドでは、 アンカーナットとステム外及びボルトが付属するが、他の部品は全く共通である場合もある。ステム及び玉押し、上ワン外等の相互干渉やネジの有無などに気をつければ、互換可能。スレッド式に加工したフォークにアヘッドステムを取り付ける、場合コラムの長さが不足することが多いが、これを補うためのアダプターが市販されている。90年代に登場したアヘッド方式の一種。 フレームのヘッド部形状が従来のものと異なるためヘッドパーツの互換性はない。MTB のインテグラル方式は従来のアヘッドよりもフレームのヘッドチーブを太くし従来より薄型のヘッドパーツをその中に埋め込んでしまう。ロードバイクのインテグラル方式はヘッドのワンを廃止、ベアリングカー,ートリッジを直接フレームのヘッドチューブ内に収まる。いずれも外から見えるのは ヘッドパーツの上下に被せるキャップくらいである。剛成の向上、軽量化、見た目がスッキリする、ハンドル高を低く設計できるといった利点がある。欠点としては、規格がやや乱立しており、純正部品以外に交換できない場合がある。ヘッドパーツのサイズの主流は、入れ替わりが激しい。最近では、上下いヘッド、1と1、8インチ1と1、2インチなど、 も登場し、企画の複雑さに拍車をかけている。2007年2月現在以下のような企画がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。